下の東洋チームは、うん、川端選手が藤野選手に相当空気入れてるみたいな。そうだろうね、それはね、昨日の末永さんに対するのと一緒だよね、うん、そこでね、もし俺を倒せたとしたらね、決まったようなもんだからね、うん、僕が川端さんの立場だとしてもね、そうするよね。そりゃそう来るのは分かってるんで、こっちも行きますよ。しかも後追いスタートなんで、がっつり最初から行きますよ。はい、その辺はもう全然問題じゃない。もう全然問題ないですね。しかもまあ勝ち上がったらその後のトーナメントのこうなんかもう上が見えてるんで、まあ本当に最初の勝負だけ勝っちゃえばまあ余裕かなっていう感じですね。はい、はい、でも昨日の勢いからいけば、はい、いけるでしょうね。まあいけますね。はい、いきます。はい、はい、決勝で絶対横井くんを倒して、僕が今日優勝してシリーズチャンピオンが横井くんっていう最高の結末を迎えたいと思います。まあまあまあそれでいいや。それでいい。まあまあまあ末永さんならもうそれでいいわ。